一番は誰だ、無茶ぶりアクション王決定戦。さあこれから無茶ぶりなお題が3つ出されます。私の3、2、1どうぞのカウントダウンの後でアクションしてください。チャレンジしたい方は積極的に手を挙げてくださいね。一番目立った人には選手のサインボールをプレゼントします。それでは無茶ぶりアクション王決定戦スタート。今日まず最初のお題はこちら、全力でおたげ。ちょっとでもね、体を、あ、手を挙げていただいている方にズームインします。できます、いきます。じゃあカウントダウンしますよ、カウントダウンします。3、2、1どうぞ。周りの方ももうちょっと乗ってあげていただきたいけど、頑張っていただきました。大きな拍手を送りましょう。ちょっと体温まったかもしれませんね。まだまだあります。続いてのお題はこちら、暴れまくるドラマー。ドラムを叩く人やっていただけるという方、じゃあタオルを掲げている、坂本選手のタオルを掲げていたあなたにやっていただきますね。じゃあカウントダウンしますよ、3、2、1どうぞ。シンバルも叩いて大きな拍手を送りましょう。そんなつもりじゃなかったのかもしれませんけども、やっていただきました、ありがとうございます。じゃあその今日ラストのお題はこちら、連続で高速のコマネチ。さあやっていただけるという方、じゃあ今、あなたですって、わかる、わかりますかね。じゃあカウントダウンしますよ、うん、早い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 って、早いよ。3、2、1どうぞってやり続けてくれてます。大きな拍手を送りましょう。多分知らなかったと思います。皆さんありがとうございました。さあそれでは今日の無茶ぶりアクション王に輝いたのは、美女に映っているあなたです。サインボールのお渡しは球場6号門横窓口で行います。試合終了後30分以内にお越しください。おめでとうございました。以上、無茶ぶりアクション王決定戦でした。